ゆず、ライム、ひなちゃん、来てくれたんだ。よかった。二人とも、ごめん。私、二人の覚悟を分かってなかった。ううん、違う。分かってはいたの。けど、私は覚悟できなかった。ひなちゃん。でも、もう迷わない。私はやる。二人が生きた、この世界を守る。それが私が、二人のために、大好きな友達のために、できることだから。だからお願い。ユズ、ライム、力を貸して。もちろんだよ。うん。ありがとう。じゃあ行こう。これが、最後の戦いだ。ユズを信じて。
感じだ。記憶の片隅にただ残されていたもの、振り返ることさえできない私を、幼いぬくもりであなたは包んでくれた。灯火に重ねた思い出がいつか移ろいゆく風に揺らいだとしても忘れなく未来に人がいるなら、もう一度声を聞かせて途絶えた明日を取り戻すために、何度でも歩き出せると教えてくれた。私に差し伸べられたその手は、ささやかな光をいくつも集めて、ひび割れた心に明かりを灯してくれた。早く見えてる、この先を見つめる眼差しがいつか繰り返す痛みに滲んだとしても、明日を願う人がいるなら、一度声を重ねて途切れた道を
ユズ、ライム、ひなちゃん。ユズ、ライム、二人ともどうして？わからない。ひょっとして消えなくてもよくなったんじゃ？そんなこと絶対にない。ライムたちが消えないってことは、この戦いが終わってないってこと。そして世界が元通りにならないってこと。どうして、どうしてユズたちが消えないの？ひなこちゃん！サナエ、サラサ、どうしたの？大変なの！学校のみんなが消えていってるの！え？そんな、どうして？見て、あれ！あれは原種。でもどうしてまだ残ってるの？あれはコモンの化身ダート。よくぞ勝利した、小さな欠片たちよ。感謝の意を示そう。どういたしまして。終わってないの？その問いに答えよう。我は前の戦いより人の思いの力を糧に戦うことにした。それこそ最も力をエーテルエネルギーを生み出すと考えた。前の戦いではたやすく勝利を収めることができた。そしてこの世界を人の住みやすい環境に変えた。人の数が増えればより強いエネルギーを得られると確信していたから。しかしそれが誤りだとこの戦いで認識した。え、どういうこと？100万年前人の数は少なかったが、思いの力、絆は強かった。過酷な環境で生き延びるためお互いのことを強く強く思っていた。その力を使い戦いに勝利した我は世界を人の住みやすい環境に変えた。数を増やしより強いエネルギーを得るため。そして人はこのわずかな間に途方もなく増えた。しかしそれによって人は変わってしまった。複雑な生き方をするようになり、あれほど強かった絆は恐ろしく希薄なものになってしまった。私たちの思いが、絆が薄いっていうの？そう
今回は何度も他の原種を追い返すことしかできない時があった。非常に危うい勝利だ。我は考えた。次の戦いで負けないためにどうすればいいか。そして答えを得た。人は一つにまとまるべき。人の意識を全て集め、長い時間をかけ一つに融合させる。そんな、人間をやめろって言うの？いいな。人はこれからも続く。これは続けさせるための決断だ。今までとは違うステージへ。新たな一歩を踏み出すだけのこと。一つになればお前の苦悩は消える。誰とも別れることなく、お前たちはずっと一緒にいられる。一緒に。これは弱いお前たちを守る手段でもある。リフレクターになる前、お前は弱く死んでいるように生きていた。あの時のお前だったら拒絶しなかっただろう。また同じように打ちひしがれる時が来ないとは限らない。我はお前のような弱い者を守りたい。これから先もずっと私のような。今からでも願うといい。新たなる一歩を。それでこの戦いの勝者が得るものが本当に決まる。私の願い、確かに二人と別れなくて済むかもしれない。争いもなくみんな一緒にいられるかもしれない。叶わない願いに苦しむこともないのかもしれない。でも違う。ひなちゃん、ひなちゃん、違う。そんなの間違ってる。確かに人の心は弱い。みんな裏表がある。お互いを傷つけることがある。そして失うことも。でもだからこそ絆を大事にするの。繋げたいと、しっかり守りたいと思うの。その過程がない関係なんて、与えられた絆なんて意味がない。そんなのは幻だよ。ダート、あなたの願うその一歩を私は願わない。ひなちゃん。ならば我を倒すか。お前にはまだその力がある。しかしこの戦いの勝者はいなくなる。他の原種が出てくるだろう。それこそ人の世界は滅ぶ。いいえ、倒さない。すると私はリフレクター。あなたを跳ね返す。面白い。ならば示してみよう。お前たちの絆の力。いや、お前たちの力。
まさかこんなことになるなんてね。二人とも、ごめん。謝らないで。むしろ、嬉しかった。うん、見せてあげよう。人間の力を。二人とも、行くよ。